1 2バリ島情報チャンネル。皆さんこんにちは。ハンドバスバリスタのロスマラーです。今日は友達のウェディングパーティーですので、友達の家に来ています。バリ人新宗教のウェディングパーティーはどんな感じでしょうか。ちょっと様子を皆さんに見せたいと思います。こちらは入り口ですね。入り口に、このようなデコレーションがあります。こちらに、ペンジョルもありますね。ペンジョルは竹で作られて、イベントがあるときに、飾ります。はい、それでは早速お邪魔しましょう。レセプションですね。まず、ゲストブックに名前を書きます。で、そしてこちらに、お金を入れます。で、そしてスナックをいただきます。で、最後に、スフニルをもらいます。パーティー、ウェディングパーティーの様子はこんな感じです。まず新婦新郎に、挨拶したいと思います。こちらは、大学時代の友達アンダニさんと、ソリアさんです。ハッピーバレギャー。Thank you. ありがとうございます。アンダニさんは、日本語が少し話せますので、ちょっと日本語で話したいと思います。今日はとても綺麗ですね。ありがとうございます。ロスマラちゃん、はい、今の気持ちはどうですか。元気ですか。幸せ。あ、そうなんですか。あの、ところで、あの、この服装は、はい、これはバリの伝統的な服。ああ、バリの伝統的な服なんて言うんですか。はい、これはバヤサ軍です。ああ、バヤサ軍と言います。はい、ああ、とても素敵ですね。ありがとう。ロスマラちゃん、どうぞ座ってください。ああ、ありがとう。はい、じゃあまた。はい、席は自由ですので、適当な席に座りましょう。バリと日本の結婚式は違いがありますよ。日本の結婚式では、来るか来ないか数日前ちゃんと確認が必要なんですが、バリだと必要ないです。あとはバリの結婚式では、アテンドの仕方はちょっと違います。例えばウェディングパーティーは4時から10時までだとしても、その間の時間なら何時でも来てもいいです。たとえ5時に来て、それから7時に帰っても問題ないです。バリ因数教のウェディングパーティーの流れは、まず、レセプションでゲストブックに名前を書いて、スナックをいただいて、で、新婦新郎に挨拶して、適当な席を見つけて食事をして、で、記念写真を撮って、で、最後に帰ります。バリの人は通常自宅で披露宴を行いますが、レストランやホテルなどで行う人もいます。で、今から食事を取りたいと思います。食事はこんな感じです。
ナシーチャンプルですね。では早速いただきたいと思います。いただきます。食事したいのでちょっと一旦カットします。ちょっと記念写真を撮りたいと思います。ごめんなさい。Boleh pos setengah badan. Oh ya, okay. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.はい、今日の動画はここまでになります。この動画を面白い、役に立ったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録で応援お願いします。それではまたねー。